A wise man writes that common sense is not common. When I say you see a panoramic view of Mars in the painting of young Mona Lisa, a photographic map of the Arctic Ocean in a Japanese bronze mirror, or Venus the mirror has a male genital organ, you may say. It is ridiculous because it is your own common sense. Then, how about this when I say Madonna or Virgin Mother is Lamia, the worst witch in the painting painted by Leonardo da Vinci? You may also say it is ridiculous because it is. Your own common sense. However, common sense so often blinds us. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Wikipedia English. Writes as follows The Virgin and Child with Saint Anne is an oil painting by Leonardo da Vinci depicting Saint Anne, her daughter the Virgin Mary, and the infant Jesus. Christ is shown grappling with a sacrificial lamb, symbolizing his passion as a virgin tries to. リスラインヒムウィキペディア百科事典は聖アンナと聖母子について次のように書いていますルネサンス期の芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが1508年頃に描いた絵画と言われています聖母マリアと幼児キリストそしてマリアの母親が描かれた遺体で現在はパリの ルルーブル美術館が所蔵しています自分自身が将来遭遇する受難の象徴である生贄の子羊をしっかりと手でつかむキリストとそれをたしなめようとしているマリアの姿が描かれていますとが本当にそうでしょうか「広し林浜し浜祭りジャパン」 血液というのは乾くとタンパク質が硬化し黒く変色しますそれがこの衣服の上に表現されていると私林宏氏は判断しましたつまりこの絵の中に描かれているのは血痕ということになりますその証拠に汚れと言われている赤い斑点が顔の輪郭のところで止まっています 汚れであるならば輪郭のところでその汚れが止まるということはありえません衣服の血痕についても同じことが言えます血痕が衣服のしわに沿って描かれているのがわかります汚れであるならばこういうことはありえませんそれはともかくも今日はこの動画の中でここに描かれているのが本当に 聖母子なのかつまりマリアとキリストなのかそしてマリアの母親の性ンなのかということを検証してみたいと思います。 では、本題に入ります。ここに描かれているのは聖母マリアとマリアの母親の聖ン、そしてイエス・キリストというわけですけども本当にそうでしょうか手前の人物に注意してください赤い四角で囲いましたでこの人物は誰かということなんですけどもこの人物と同じ顔をした人物があの人 モナ・リザとということになりますモナリザの顔と比較してみますが比較しやすいようにモナ・リザの顔を左右反転しますまずこの腫れぼったい目ですねそして、えー、広いおでこと言いますかやや出たおでこそしてこの目ですね全く同じですそして明るくして瞳を比較してみました 中深くご覧ください表現の仕方が全く同じです薄い眉毛も同じですそして小さな小鼻ですねそして鼻の先が下へ尖っているところも同じですそして口の端がですねやや上がっているいわゆる笑い顔であるという点です唇の厚さも上下同じですそしてやや尖った顎ですね そして薄い眉毛、そしてやや腫れぼったい目ということになりますで髪の毛の様子も同じですただ左の、まあ、人物の方は髪の毛が乱れています中央で二つに分かれている点も同じですでモナ・リザーの方ははっきりしませんけどもウェーブのかかっている様子も同じですそして、まあ、手前の方がやや縮り毛になっている同じです 全く同じなんですね。ということは顔は違いがないという点で同じと判断しますからこの両者は同じということになりますとなると右の人物が誰であるか分かれば左の人物が誰であるか分かるわけですけども左の人物はラミアの息子ということになりますラミアの息子ですラミアというのは下半身大蛇の 魔女を言いますがそのラミアの息子を並び替えてできた名前がモナリザということになります注意深くご覧くださいラミアさんラミアの息子を並び替えたのがモナリザという名前ですつまりモナリザという名前はラミアの息子の文字を 並び替えてできた名前ということになりますとなると右がラミアの息子左もラミアの息子ということになりますでラミアについて補足しておきますミケランジェロなる画家が湿湿な天井画の中にこんな絵を描き残しています 左からアダム・イブ、そして中央がリリトと言われていますけれども、セント・ジェロームの翻訳したラテン語の聖書によればラミアとなっています、中央がラミアです、下半身がダイジャで表現されていますそしてレオナルド・ダ・ヴィンチ自身も岩窟の聖母、ルーブル版の中でそのラミアを表現しています。 右が岩屈のルルーブル版です。この中に表現されているマリアは下半身大蛇のまさにラミアということになりますそのラミアの息子の文字を並び替えてで,できたのがモナリザでありそしてそのモナリザと先ほどお見せしました聖庵 とののののの絵の中の手前の人物の顔が一致しますえつまりモナ・リザはラミアの息子ということになり、セ安とセ母ボシの手前の人物もラミアの息子ということになります。ここが重要ですから、もう一度確認しておきます。ラミアと ラミアのの息子とととといいいうううこここにににななれば向こうにいるのがララミミアアりますラミアを並び替えてできた名前がマリアということになります。やはりアナグラムです。そして手前にいるのがラミアの息子ということになります。つまりこれがマリアの息子ということになります。そしてマリアの息子 のの文字を並び替えてできたのがモナ・リザとということになりますそのモナ・リザの顔と手前の人物の顔は一致しますとなると向かって右側に描かれている子供は本当にイエス・キリストかということになりますでその絵を検証してみますか まずその手前の人物の右手に注意してくださいこの子供の腹の皮膚の下に手が潜り,潜り込んでいるのがわかります、えー、中部角ご覧ください今白枠で囲った部分です右手がこの子供の腹巻きのように見える皮膚の下に手が潜り込んでいるのがわかりますですね つまりこの子供は少なくとも人間ではないということになりますそして向かって右側その子供の今度は左手に注意してください私林宏はこの子供は担当を握っていると判断しました先が少し見えていますが羊の耳の色とは違います上下比較してみてください 下は白いですけども上は白くありませんそして手の元を見てみるとここに担当と耳の両方が描かれているようにも見えますはっきりしませんけども耳だけでもないし担当だけでもないように見えますつまりこの子供は羊の頭に担当を突き刺しているということになります で、その血しぶきがこの左の二人の人物に飛び散っているということになりますその血しぶきの様子がいわゆる汚れのようになって、まあ、つまりだましへ隠しへの形で表現されていると私林浩は判断しました繰り返しになりますが汚れであるならば 顔の輪郭や衣服の端で止まるはずがありませんもう少し詳しく検証してみます血です血というのは乾くとタンパク質が硬化して黒くなりますそして衣服についたシミはなかなか消えなくなります消えにくくなります だんだん黒ずんでくるということですね。それが聖アンナと聖母子の絵の中に表現されているということです。 わかりやすく言えば、ここに描かれている様子はいわゆる聖アンナと聖母子といわれるような生やさしい絵ではないということです。で、その子供ですがイエスであるかないかは話は別として、ここに描かれている子供は普通ではありません。明るくしてみますと、 奇妙な髪の毛がが浮かび上がってきますこの髪の毛とレダーと白鳥の絵の中に描かれている子供の髪の毛が一致しますこの絵の中の左下に4人の子供が描かれていますが私はこの子供は皆餌の子供であると判断しました、まあ、それはともかくも その子供たちの髪の毛と聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている、まあ、イエスと言われている子供の頭の,頭の髪の毛の様子と比較してみてください同じであることに皆さんもお気づきになると思いますそしてその子供の目をよく見るとですね、まあ、生き生きとした可愛い子供の目というよりも 何かしらどこか不気味さを漂わせている目ということになりますえつまり虐待を受けた子供の目ということになるのではないでしょうか注意深くご覧ください例えばこんな例もありますこれはアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作とされている イエスの洗礼の絵ですけれどもその中に描かれている子供たちはです、ね、明らかに虐待を受けたと思われる顔をしています目は腫れ上がり鼻は砕けそして目の周りには熊ができていますですから、まあ、この聖アンナと聖母子の絵の中の子供も虐待を受けていると考えても何らおかしくはないということになります もう一度、ウィィキペディア百の方に書いててある文を読みみ直してみます。この聖安と聖母子の絵はですねイエス・キリスト自身が将来遭遇するであろう受難の象徴である生贄の子羊をしっかりと手でつかむキリストとそれをたしなめようとしているマリアの姿が描かれていますとあります 本当にそうでしょうかということになりますが後の判断は皆さんにお任せします。 結論とということにな聖アン、聖アンナと聖母子の絵ですが、ここに描かれているのは私はイエス・キリストではないと考えています。えつまり、餌の子供ということです。その餌の子供が羊の頭に探検を突き刺しています。そしてその血しぶきがその左側の2人の人物の衣服、顔などに飛び散っています。 そしてこの絵の中には25という数字が隠し込まれていましたあえて今のところ私の解釈するところによれば25というのはメッカすなわち聖,聖,聖地ということになりますがそれについては今の段階ではペンディングとさせてくださいとなると2人の人物は誰かということになりますが左の人物は いわゆるラミアの息子ということになりますとなるとその向こう側にいるのがラミアすなわちマリアということになりますラミアは下半身大蛇の魔女中の魔女そして人間の子供を食べる魔女でしたそのことをレオナルド・ダ・ヴィンシ自身がですね眼窟の聖母の中に表現しました 以上のことをです、ね、まとめるとこうなりますこの聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている手前の人物はマリアの息子つまりラミアの息子ということになりますとなるとその向こうにいるのが母親のマリアということになります一般説とは全く違った解釈ということになります後の判断は 皆さんにお任せしますそしてその子供は探検であるいは担当で羊の頭に担当を突き刺していますとその血しぶきが2人の人物の衣服や顔に飛び散っていますつまり一般説で言われているようなこの絵はですね生やさしい簡単な絵ではないということになりますがそれが通りも直さず1500年後のイエスから後世の「 私たち人間に対するメッセージということになります。続く動画の中でさらに詳しく説明します。by for now。 The Louvre Museum, Paris, France, has deleted Jesus Christ's message to human beings under the name of Stupid Resolution, together with blood stains painted in the painting Saint Anne and Holy Families. You will know how stupid it was and what Jesus Christ's message was about Which I would like to verify in this video. ルーブル美術館は愚かな修復作業の中でアロークとかイエス・キリストの人間に対するメッセージをそこに描かれていた結婚とともに消し去ってしまいました。どう愚かなのか また、その結婚がどういう意味を持つのか。さらに、1500年後のキリストが彼の操り人形芸術家であったにせよ、レオナルド・ダヴィンチなる画家を通して、私たち人間に何を伝えたかったのか。それをこの動画の中で再検証してみます。広しは浜松市ジャパン。 後でもう少し詳しく解説しますが、今皆さんにご覧いただいているのが、聖安と聖母子の絵の中に描かれている血痕です。血の跡です。レオナルド・ダヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエスはこのような絵を残しました。これは絵の汚れではありません。 衣服にもその血痕が残っています。輪郭のところでその血痕が止まっていること、また衣服のシワに沿ってその血痕が描かれている点に注意してください。これは汚れではありません。意図的に描かれた血痕です。黄色いラインに注意してください。 もし、汚れであるならば、輪郭線のところで止まるはずがありません。また、衣服のシワに沿って汚れるっていうこともありません。これは絵です。絵画です。騙し絵です。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、 私たち人間に一つのメッセージを残しました。マリアと言われているこの人物の顔にもそれが表現されています。結婚です。断言します。結婚です。この結婚もこの人物の顔の輪郭線のところで止まっています。 さらに、この聖案の右手を見てください。イエスと言われている子供の皮膚の下に手が潜り込んでいます。つまりこの子供はイエスではなくて、左二人の人物の餌ということになります。注意深くご覧ください。手が皮膚の下に潜り込んで います。皆さん、これが事実です。私たちは長い歴史の中で、つまり、捏造された歴史の中で、この絵を理解しているに過ぎません。が、事実はもっと別のところにあるということです。同じように、岩窟の聖母、ルーブル版の中でも中央にいる マリアと言われている女性の右指が、やはり左に描かれている餌の子供の皮膚の下に指が潜り込んでいます。このような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれている二人の子供はイエスではなくて、つまり餌であることを示しています。注意深くご覧ください。 で、この、静安と聖母子の絵の中にはですね、血も表現されています。輪郭のところで赤い色が止まっている点に注意してください。そして、この静安と言われている人の右手は血で汚れています。さらに決定的な証拠が、この中央に上から下に流れる 血の跡です。汚れであるならば、衣服のところで、その血が止まるはずがありません。いいですか、皆さん。これは絵ですよ。実際の衣服ではないんですよ。どうして汚れが、絵の中の衣服の上で止まっているのですかいわゆる騙し絵ということですね。皆さんはこれを見て、何も不思議に思わない。 おかしいとも思わない。しかしこれは絵なんですよ。絵の中の衣服の上で汚れが止まるはずがないじゃないですか。もし上から流れ落ちたインクのような汚れであるならば、絵の中の衣服のラインでその汚れが止まるはずがないのです。そして汚れは皆顔の 輪郭のところで止ままっていますつまり、これらの汚れイコール結婚は、レオナウド・ダヴィンチ・ナル画カを通して、1500年後のイエスが意図的に書いた汚れということになります。ではなぜ結婚なのかそれはこの子供の向かって右側左手を見ればわかります。手に握っているのは担当、すなわち小型、すなわちナイフなのです。 注意深くご覧ください。これは羊の耳ではありません。このような形でこの子供は担当、刀、ナイフを握っているのです。その証拠に耳の色が違います。先を見てください。右上の先を見てください。これは羊の耳ではありません。もう一方の羊の耳と比較してみれば、 それがわかります。羊の耳は白く描かれています。そして指の間から見える。その担当は茶色です。そして付け根のところも見てください。茶色ですね。もしこれが羊の耳であるならば、この部分も白いはずです。つまりこれは羊の耳ではないということです。だから、ノッチ、担当だということです。この子供は 担当を手に,手に握り、そしてそれを羊の頭に突き刺しているのです。皆さん、これが事実なんですよ。皆さんが知っている歴史は、捏造された歴史にしか尽きないということです。つまりこのような形で、イエスは、1500年後のイエスは、私たちに強烈かつ鮮烈な歴史を残したということになります。 続く動画をどうかご覧になってください。なお、あろうことか、これらの結婚は2000年に入ってからルーブル美術館によって跡形もなく綺麗に修復の名のもと消し去られています。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is too horrible and unless it is okay, you are advised not to watch this video since it might cause you ill feeling. And I say here that common sense is unreliable at all. Common sense, which is a collection of prejudices, with lies plastered upon lies taking a long, long time.Why not do you doubt your common sense here in this video with me?Here is one example. 嘘に嘘を塗り固められたのが常識ということになります。あなたもその常識を一度疑ってみませんか今日もダベンチの描いた絵をテーマにそれを考えてみます。これが眼窟の聖母ですね。ルーブル版です。 今日は右の天使の腕に注目して考えてみます。この腕を注意深くご覧ください。この手を注意深くご覧ください。何か反転のようなものが描かれてますね。絵の具の汚れなのでしょうかそれとも反転なのでしょうかここの部分ですね。この部分を拡大してみます。注意深くご覧ください。反転のようなものが描かれているのがわかります。 が皆さんは多分これをですね、絵の具の汚れというふうに解釈なさると思います。がそう思うのはちょっと待ってください。実はダヴィンチは同じ反転を別の絵の中で表現しています。これはアンと、まあ、聖アンとマドンナですね。この聖アンの皮膚を見てください。この皮膚を見てください。同じように反転が描かれています。絵の具の汚れのようにも見えますが、 輪郭線のところでその反転が止まっています。つまり、意図的に書かれた反転だということになります。この反転は何かということですね。皮膚病ということになるのでしょうかそれとも何か別のものなのでしょうか注意深く比較してみてください。が、その同じようなものがですね、実はこの案の衣服の上にも書かれています。 つまり、ブラッド、血ということになるわけですね。で、その反転をさらに精査しています。これは汚れなのか注深くご覧ください。それとも反転なのか そこで衣服を見てみますと、同じように衣服の上にも反転が表現されているのがわかります。そしてその反転は輪郭のところで止まっています。ということは、意図的に書かれた反転、反転であるということになりますね。ということは、これは反転ではなくて、blood、つまり血というふうに私は判断しました。詳しくは続くビデオの中で解説しますが、となると、左のこの天使の腕に書かれている、手に書かれているのも、 知ということになります。なぜダヴィンチはこんなところに血を表現したのかということになりますね。謎が謎を呼びます。少し回り道をしますが、その謎を解く鍵が、ミケランジェロナル画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵の中にありました。皆さんご存知のカッシナの戦い。 ですこの中に、えー、1500年後のキリストは重要なメッセージを書き残しています。これがカシナの戦いですけども、この絵の中には一文字の形で、つまり隠し文字の形で、775027という数字が表現されています。中部かをご覧ください。左から775027という意味です。 この775027が何を意味するかですけども、えー、へ、まあ、ヘブライ語って言いますかね、実際には獣医師って言いますけども、ユダヤのゲマトリア、いわゆるまあ、分かりやすければ暗号によればですね、77というのはキリスト、号令は聖書のベブリカルという意味です。そして27がカインという意味です。まず、あ、このような形でして、まあ、あの、暗号的に まあ、表現したということになります。ゲマトリアです。で、ゲマトリアについて簡単に説明しておきたいと思います。要するに、まあ、カバラ、非数学に則っ,った、まあ、あの、表現方法だということですね。要するに、まあ、いろんな言葉、などをですね、言葉、あるいは単語をですね、まあ、数字で表したのがゲマトリアということになります。えー、神秘主義のカバラ。 に基づくものであると。まあ、それによりますと、七、七というのは、繰り返しになりますけども、キリストを意味します。そして、号令は、ベブレカル。なおち、聖書のという意味です。ここが重要です。まあ、こうした数字、そして暗号をですね、まあ、ミケランジロなる画家を通して15、1500年後のキリストがですね、私たちにメッセージを残したということになります。そして、二七が、カインという意味になります。 で、これら、7、7、50、2、7をですね、つなげて読みますと、キリストは聖書のカインであるという言葉が浮かんできます。えつまり、このような形で、まあ、ミケルランジョロなる画家を通してですね、繰り返しになりますけども、1500年後のキリストは、えー、つまり、キリストというのはね、聖書でいうカインのことであるということを、なんだよってことを示したということになります。 これが、まあ、その、メッセージということになるわけですね。中部角をご覧ください。左から、7、7、50、2、7と書いてありますね。バイ、林、博、し、発見ですよ。つまり、このような形で、1500年後のキリストは、ミケランジェロなる操り芸術家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが、ここが今日の重要なポイントです。7、7、 Christ です。号令は Biblical です。そして27が k a n つまり Cain ということになります。こうして、まあこの内容とですね、そして、ミケランジロが書いた天井画の内容と、そして、まあダヴィンチになる画家が書いたとされる、岩窟の聖母の中に表現されているメッセージと一貫性を持って、と言いますか、一連性を持って繋がっていくということになります。 ではカインとは何なのかカイン創世記には次のようにありますカインとアベルはアダムとイブがエデンの園を追われたつまり失楽園後に生まれた兄弟であるまたこの二人に弟の瀬戸がいるカインは長じて農耕を行いアベルは羊を放牧するようになった ある日二人はおのおのの収穫物をヤーウェに捧げるカインは濃厚で得た収穫物をまたアベルは肥えた羊の発語ここが重要です羊の発語を捧げたが神ヤーウェはアベルの供物に目を留めカインの供物は無視したここが重要ですヤーウェはアベルの供物に目を留め 会員の供物は無視した。そのため、嫉妬に狂った会員はアベルを殺した。繰り返します。嫉妬に狂った会員はアベルを殺します。以上のつまり、会員創世記の話をこのレオナルドダヴィンチになる画家が開発される西安と聖母子の。 絵に当てはめて考えてみると担当を突き刺しているのがカインそして羊はアベルを表しているということになりますつまりイエスキリストイコールカインであるということをこの絵は示しているということになりますそしてその内容はあのミケランジェロなる画家が描いたとされる「カシナの戦い」の中に仕込まれた「 暗号と一致します。繰り返しになりますが1500年後のイエス・キリストはルネッサンスの時代に現れてキリストというのは聖書でいう「カイン」のことであるということを私たち人間に示したということになりますでここが重要ですがこうした絵を描いたダ・ヴィンチにしてもミケランジェロにしても 意味も分からずこうした絵を描いたかあるいは発表したということになりますでは聖安と聖母子の絵に仕込まれた謎についての動画をどうかご覧ください「広ろしやし」will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is very much horrible or fearful for some people I know. Then I say that it is hundred percent up to you how you judge this fact and draw your own conclusion. Here are a fact that I can show you for today's story. またこうした事実をどう判断なさるかは100%あなた自身の問題です。私は事実のみを話します。言い換えると今までどうして誰もこんな事実に気がつかなかったかということです。ダヴィンチがこの絵を描いてすでに500年以上も経っています。題して血で塗られたマドンナと聖暗です。 今、その絵を見ていただいてますけども、ここにあるシミはですね、汚れなのか、それとも汚れでないのかということが最初の疑問でした。で、よく調べてみますと、汚れがですね、顔の輪郭とともに止まってるんですね。中部深くご覧ください。ここですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に描かれたもの。 ではないかという今、疑念を私は持ったわけですね。で、さらに調べてみますと、細かい部分で同じ色を使って、まあ、ちょうど輪郭のところでそれが止めてあるわけですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたものであるということが分かってきたわけです。となると、これは皮膚病かと、まあ、そのように考えたわけですね。ダヴィンチは、あえて皮膚病の、まあ、 マドンナと、そして聖ンを書いた、ということになるわけですね。しかし、そんなことはするだろうか皮膚病なのかあるいはな、皮膚病をたつするならば、この、まあ、この模様、シミのね、まあ、いわゆる、まあ、どうしてそのことを書いたかということなんですね、問題はね。で、皆さんはどう判断なさるでしょうかで、ここの部分を見ますと、同じ色で、まあ、汚れのようにも見えますけども、また下のところでですね、それが、まあ、汚れが止まってるわけですね。そして、 同じように書いてある。そして衣服にも同じような汚れが表現してあるわけです。そしてこの汚れは衣服のところで止まっているんですね。そしてよく見てください。衣服の、いわゆるその布のですね、シワの間にその汚れが描かれているということですね。ということは、この汚れはですね、まあ、衣服のシワの間に意図的に書かれた、まあ、汚れであるということになるわけです。となるとこの汚れは何かということになるんですね。もうこれは皮膚病ではありませんね。 なぜか、なぜか、何かというふうに考えていくわけです。つまり、これは汚れではなくて、意図的に書かれた、まあ、いわゆるなってますかね、騙し絵ですよね。汚れに見せかけた何かであるということになるわけです。となると、顔の、まあ、いわゆるシミもですね、皮膚病ではなくて、皮膚病もしくは汚れに見せかけた何か、 であるということになるわけです。まあ、こうしてみますと、この、特にこの汚れなんか、汚れらしきものを見てくださいね。周辺に明らかに色を塗った跡がありますね。ということは、これ全体がですね、意図的に書かれたものである。そしてその汚れはですね、その、ま、皮膚のところで止まっていると。もし汚れであるならば、上の方まで行くはずですからね。あるいはまあ、500年の間に誰かがですね、何かをこう、インクのようなもの投げつけて書いたのであれば、このような表現にはならないんですね。となると何かということなんです。 いわゆる汚れではない。汚れに見せかけた何かであるということですね。いわゆる隠し絵、騙し絵になるわけです。まあ、この辺を見ますと、あたかも汚れのように見えるわけです。汚れのように見えますね。こうした手法はですね、ミケランジロもシステナの礼拝で使ってますね。例えば、ひび割れに見せかけた、まあ、いわゆるその騙し絵でですね、古く見せかけた、意図的に描かれたひび割れなんかもその手法の人だと思います。となると、これは何かということになるわけです。いわゆる、まあ、騙し絵。 隠し絵いてことになるわけです。で、そのヒントがですね、実はここにありました。えー、中深くご覧ください。この、手。ここを見てください。この手のとこ,と,ところが特に大きく汚れてますね。これは汚れではありませんね。と、同時に、周りにはそれをか、まあ、隠すかのように汚れのようなものが表現しているわけです。で、この、この大きな汚れはですね、いわゆる、 体の線の輪郭線で止まってますね。ということは、明らかに意図的に今後汚れは書かれたものである。特に大きな汚れが、この性案の右手の、まあ、手の上にだらーっとこう書いてあるということですね。となると、これは何かですけど、もう一つヒントがありました。この縦線を見てください。これが汚れであるならば、絵の上に書かれた、いいですか衣服の上で止まるはずがないんです。本物はそうかもしれませんけどもね。しかし、絵の中で、 別に書かれた、まあ、例えば汚れが上から垂れてきたとしますね。どうして衣服、絵の中に書かれた衣服の上で止まるんですかありえないでしょあの、現実と絵の世界と区別してくださいよ。そして、ここに、ま、止まってると。となると、この赤い線も、意図的に書かれたものであることがわかるわけです。もしもこれがですね、誰かが、あまあ、インクかなんか何がか,か,かけて、つけたす、まあ、汚れであるならば、下まで行くはずですから。いいですか繰り返しますよ。横の線は、これは、絵に描かれた衣服のラインですよ。 そんなところで上から流れてきたインクが止まるわけがないじゃないですか。ということを考えていくわけです。そうしますと、この上から流れてきたのは、これは何かということなんです。そうです。こういうふうに流れて、ここで止まるのは、血なんですね。このダヴィンチが意図的に書いた血なんです。ということになってくるわけです。となると、この聖暗のほっぺたに描かれている、まあ、描かれている、こといっ染み、そしてこの、なんて言いますか、汚れのように見せかけた何かは何かということですけども、血であるというふうに考えられるわけです。 そして色も合いますね。ただ衣服の方はですね、また別の表現がしてありますけども、何のために、どうしてこんなところに、まあ汚れ、血に見せ,に見せかけた血、まあ皮膚病ではないですね。というのはマリ、マリアもそれからマドンナもですね、それからセワンも同じようにそれが表現してあります。そして衣服の上にも表現してありますから、皮膚病ということはありえません。実はそのヒントは、このイエスの左手にありました。注意深くご覧ください。 で、このイエスの左手を見てください。一見、この羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。一見、羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。これが騙し絵、隠しなんです。しかしこれは羊の耳ではありません。先を見てください。羊の耳は白いです。ところが、このイエスが持っているこのものはですね、この ま、ちょ、ちょうどですね、手に握ってるものは羊ではなくて色がですね、羊の耳の色とは違います。騙し絵なんですね。実は、ここにイエスさんを持ってるのは耳ではなくて、耳ではなくて、なんだと思いますかナイフなんです。イエスは左手にナイフを持ってそれを羊の頭に突き刺しています。イエスはナイフを持っています。もう一度比べていますから、比べて、皆さん自身で確認してください。 耳は白いです。下を見てください。もしも耳であるならば、これだけ出てるんですから、イエあーダヴィンチはですね、レオナウドは白い耳を描いたはずです。わかりますか白い耳。しかし、これは耳ではありませんね。ということは、イエスは左手で羊の頭にナイフを突き刺している。という、まあ、極めて残酷な絵なんですね。まあ、その証拠にこのイエスの顔を見てください。後でまた出てきますけども、目がおかしいです。黒目です。 そして、この目は、まあ、俗に言います。死んでいますね。子供のにこやかで優しい顔ではないと、私は判断しました。という、まあ、恐ろしい話です。そして、その血がですね、まあ、象徴的に飛び散っている。そして、それを隠すために、病気のよう、あるいは、汚れのように見せかけているということですね。もう一つこの絵を、しっかりとご覧ください。一見、汚れのように見えます。皮膚病のようにも見えます。 そしてその汚れはですね、顔の輪郭のところで止まっています。一部分ね、そのダラーっと流れたように見せかけて、汚れのように見せかけているところもあります。それが混在しているわけですよね。ですから、皆さんは騙されました。そしてこの、えー、まあ、事実に500年以上も誰も気がつかなかったということですね。汚れだ、汚れだと思い込んでいたわけです。で、結論になりますが、皆さん注意深くご覧ください。ここですね。 汚れが顔の、あの、いわゆるその顎の下で止まってますね。ということは、これは汚れではない。後から、まあ、誰かがね、例えばインクを投げつけて変えたような絵でもないということです。そして、その下の方の輪郭はスーッと横へ流れてますね、線が。ということは、同じ色で同じように書かれてますから、これは汚れではありません。と同時に、マリアにも、それから、聖ンの顔にも、そして衣服にもついてますから、これは皮膚病でもありません。となると、これは血ということになるわけですね。色も合います。 なぜこの絵の中に血が飛び散っているかその理由は続くビデオを見ていただくとわかります。この絵の中には恐ろしい物語が隠されています。というのは今日のビデオでした。続くビデオをどうか参考にしてください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about one of the most well-known paintings painted by Leonardo, a painting with the title of The Virgin and Child with Saint Anne. An art critic, for example, writes about this painting as follows. As he did in The Virgin of the Rocks, Leonardo set a religious scene in a fantastic landscape and placed an abyss between a view and figures. The mountainous distance is conveyed by atmospheric perspective with bluish and crystalline highlights and reflect his interest in geology and meteorological phenomena and etc., etc., I Hiroshi Hayashi have got a quite different idea and wonder if what he writes here is true or not, or all or not. Leonardo the painted so-called Bloody Mary in the painting of the Virgin and Child with Saint Anne. You also know the reason why he did it in this video following. 皆さんご存知のダビンチの描いた聖アンナと聖母子の絵です。世界中の、そして日本中の美術評論家が絶賛してやまない絵画です。が本当にそうでしょうか本当に全てでしょうかこの絵の中には身の毛もよだすダビンチからの恐ろしいメッセージが隠されています。それを説明する前に皆さんに一つだけ説明しておかねばならないことがあります。血の染みです。 血液の染みです。血というのは出血した直後は赤いですが、衣服についた血を放置しておくと黒く色が変色します。で、その後血液の中のタンパク質が硬化して洗濯をしても色が落ちなくなります。淡い黒い色が残ります。これを血液の染みと言います。ダヴィンチは聖アンナと聖母子の絵の中で 騙し絵という手法で、血と、そして衣服についた血の染みを表現しました。そうであるかないかは、皆さんご自身で判断していただきますが、なぜダヴィンチはこんな絵を描いたのか、こんな染みを書き残したのか、その理由もこの動画の中で説明します。その事実を冷静に皆さんに知っていただきたいのです。そんなバカなとか、ありえないとか言って発揮してる前に、そこにある事実を知っていただきたいのです。 私はこの動画の中で事実のみを皆さんに報告します。証拠を添えて報告します。その上で、なぜ、どうしてと自分に問いかけてほし、見てほしいのです。つまりダヴィンチはこういう形で500年という歳月を経て私たち人間に強烈なメッセージを送り続けていたのです。驚くべきというか恐るべきメッセージです。ダヴィンチの絵は素晴らしい。 と、つまりは、表面的な美だけに騙されないで、その向こうに隠されている、その強烈な、言い換えますと、鮮烈なメッセージを読み取ってください。それでこそ、私たち人間はダ、ダヴィンチを真に理解したことになるのです。世界中の美術評論家が書いていることが正しいのか、それとも私、林博士が言っていることの方が正しいのか、それを判断なさるのは、あなた自身だということです。 では、動画を見ながら説明します。まあ、これがその、まあ、絵画なんですね。聖アンナと聖母子の絵ですね。で、この絵の中にですね、この、ま、こちらの方が、まあ、聖アンいうことになるわけですけども、この顔に、 ま、出ているこのシミですね。これは汚れなのか。いわやるま、絵画のね、そのものの汚れなのか。それともダ、ダヴィンチが意図的に描いた汚れなのかということなんですよね。で、これは私は血液と、まあ、血というふうに判断しました。というのはですね、汚れであるにもかかわらず、この輪郭線のところで、まあ、止まっているということですね。この汚れが。ということは、ま、後でねた、例えば何かの、ま、表紙にですね。インクなんかがかかって汚れたというのではなくて、 あるいはまあ、カビが生えたとか、そういうことではなくて、この汚れそのものが意図的に書かれているということなんですね。そしてこの衣服にも同じような汚れが表現されていて、輪郭線のところで止まっていること、それから、シワの間にその汚れが、まあ、描かれているところに注意してください。すなわち、これらの汚れはダ、ダヴィンチによって意図的に書かれた汚れだということになります。そしてこの汚れがですね、何であるかということなんですね。顔の方は血ということに判断できましたけれども、この衣服についた汚れは何であるかですけれども、これも血の汚れというふうに、 判断しましたそれはあの、冒頭に挙げました、まあ、写、絵を、ああ、言ってますか、写真をと見比べていただければ分かると思います。なあち、これは、血がですね、まあ、いわゆるシミとなって残った後だということになるわけです。となると、なぜダヴィンチはこのような、まあ、絵を描き残したかという問題が出てくるわけです。まあ性 まあ、やるね。まあ、聖アンナと聖母子という、まあ、タイトルがつくような絵の中で、なぜダヴィンチは聖アンナの顔にですね、いっぱいまあ、血を描き、そして衣服には血の染みを描いたかということなんですよね。まあ、今もう一度ご覧いただいてますけど、一番右が、えー、衣服に残った血の染みということになります。で、これと同じ染みがですね、聖アンナの衣服の中にも描かれているということですね。色も全く同じなんですね。 そしてその漢字も不合もですね、全く同じように、まあ、書かれているということなんです。まあ、ダヴィンチはこのように正確に書いたというよりも、やはりこう,こういったところでも写真技術を使っていたということになります。まあ、ともかくもなぜこんな絵を描いたかというその理由はですね、このビデオの中で説明いたします。 で、続くビデオをどうかご覧いただきたんですけども、まあ、ダヴィンチはこういう形でですね、まあ、隠し、あるいは騙しへという手法でですね、500年という歳月を経て、強烈な、そして鮮烈なメッセージを私たちに残したということになります。それをまた理解するのが真にダヴィンチを理解したということになるのではないでしょうか。まあ、まさに血に、まあ、なんてます汚れた、マドンナということになります。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a horrible painting of Madonna and Saint Anne who eat a child, a painting painted by Leonardo. I just show you here in this video only fact, believe it or not. Only fact. Then I say that It is up to you how you judge these facts and draw your own conclusion. Here are facts that I can show you for today's story. <S 子供を食べるマドンナとセイアン今日の動画は恐ろしい動画です。大変ショッキングな動画です。題して Bloody Saint Anne with Madonna。血にまみれたセイアン あるいは、マドンナ、フ h ーイ a t インフ a ン t ペデル・バイ・リオナード。幼児を食べるマドンナ、バイ・ダヴィンチです。私はこの動画の中で、事実のみを皆さんにお伝えします。信ずるか信じないかという問題ではありません。こうした事実を受け入れるかどうかという問題です。その上で、どう判断なさるかは、あなた方の問題ということです。私ではありません。あなた方の問題ということです。 マドンナとセアンは子供を食べていました。で、その動画はこの動画の後に繋げておきますが、さらに奇怪な事実が私のところに届きました。フランス・パリ在住のセリキ村さんがルーブル美術館へ行き、その写真を届けてくださいました。またまたその写真を見て私は驚きました。これからその写真を紹介しますが、決して解像度が低いわけではありません。 2448×3264 ピクセル。つまり、超超高解像度の写真です。その写真は、私が今まで検証してきた絵とは違います。どう違うかは、これから説明しますが、唯一考えられることは、ダヴィンチは2枚の絵を描き残したということです。あるいは現在、ルーブル美術館に飾ってあるダヴィンチの絵は、そのコピーか、偽物かということになります。が、 こんなことはあり得るでしょうかセリキ村さんが届けてくださった絵の中の聖アンとマドンナは美しすぎます。肌には結婚の結婚の跡がありません。これはどういうことでしょうかつまり私はコピーあるいは別の絵でも良いのですが何かしらその裏に意図的な隠蔽工作のようなものを感じます。こんな絵ではまずいぞということで展示用には 別の絵を飾っているとです。私がこの続く動画の中でお見せするダベンチの絵はあまりにも空恐ろしいものです。皆さんが今まで持っていた常識を180度ひっくり返すものです。あるいは今までの皆さんの思い込みを粉々に粉砕するもので,です。だからルーブルでも展示用には別の絵、つまりコピーを展示している。 あるいはダ、ダヴィンチ自身が同じ絵を2枚描いたとも考えられます。が、私は今までそうした話を聞いたことがありません。えっ、ともあり、まず、セリキ村さんがから送っていただきました絵を、えっとですね、私が持っている資料と比較してみます。もちろん、私の資料の方がその2倍ほど精細なものです。なお、この中でお見せする事実は、すべて林博士が発見したことです。 では、恐ろしい話です。覚悟はよろしいですかでは、画面を見ながら説明します。これが私が、まあ、現在持っている資料です。極めて解像度の高い、まあ、写真ですね。で、一昨日セリー・木村さんがですね、ルーブル美術館へ行って、この写真を撮って送ってくださいました。 えー、2448×3264 ですから、同じようにまあ解像度は高いんですけども、この絵を見て驚きましたね。聖ンもマドンナも美しい肌を持っています。そこに注意してください。で、この聖ンの肌にはですね、結婚の跡が全くないんですね。まあ、少し、あの、かすかに色が残ってるかなっていう感じはします。どうしてでしょうか ということなんですね。で、比較してみます。これが現在、ルーブル博、まあ、美術館にある絵の写真です。と、右が私が手持ちに持っている、まあ、絵の写真ですね。で、比べてみてください。で、右の方は後で証明しますけども、これは結婚の後です。血の後なんですね。ところが、左の セリキムロさんが送ってくださった現在のルーブル美術館にある絵の写真にはそれがないんですね。そして、色の風合いも違う感じがしますね。色温度が違うって言いますかね。そういうところなんですよ。で、まあ、これはあの、カメラの特性によるものかなという部分もありますので、なんとも言いませんけども、この部分ですね。 あとでもう一回照合しますけども、影の出来具合が全く違います。で、これは、まあ、現在のルーブル美術館に飾ってある写真ですね。絵の写真です。で、みんな、私が持っている手持ちの写真ですけども、まあ、これもその、何て言いますか、あの、メイド差の違いによってこうした違いが出たのかなとも思えなくもないんですけども、それにしても、マドンナの皮膚が綺麗ですね。 そして、一つ、まあ、これは確認ということになるわけですけども、このイエスと言われている子供の目を見ていただきたいんですけどもね。で、セリー・キムラさんが送ってくださったこのイエスの目は真っ黒ですね。で、右の方は私が持っている資料なんですけども、黒目かなと思うことで、まあ、前回はペンディングということにしましたけども、やはりこう、瞳があってますか、おかしいですね。大きいです。それで、セリー・キムラさんが送ってくださったイエスの目の瞳も真っ黒ですね。これね、よく見ますとね。 まあ、明度を上げてみましたけども、真っ黒の目だと。で、ラファエルがですね、同じような、まあ、少女の絵を描いています。ジプシーの女の子ということになっていますけども、まあ、不気味になっています。はっきり言って不気味な目をしてますね。真っ黒です。まあ、こうした絵をラファエルも描いてるわけですね。で、ダヴィンチも同じように描いているっていうふうに解釈できるわけです。イエスの目がおかしいですね。人間の目ではありませんね。で、もう一度比較してみますと、 ま、これがですね、セリキムラさんが送ってくださった写真です。で、これが、まあ、その、セアンの首の部分ですよ。注意深くご覧くださいね。ここからが本題ということになりますので、そしてみんな、私が持っている資料の写真です。そして比較してみてください。これがあの、なんて言いますか、これは違いよくわかりますね。で、左の絵は解像度が低いかということではないんですよ。同じように解像度が高いんですけども、 やはりその、こうしたその、部分が映っていないんですね。まあこれ、後で証明しますけど、結婚です。血ですよね。そして、汚れではありませんよ。絵の汚れではありませんよ。ということで、もう一この、ブラディセント・エンですね。を見ていただきたいんですけども、まあこうした、 検証の場合はですね、細かいところを見ていくんですけどもね、ここの部分をちょっと見ていただきたいんです。で、これは両者同じ絵なのか、それともコピーなのか、それともダビンチが2枚描いたのかという問題が出てくるわけですけどもね。色温度を上げてみますと、あるいは明度を上げてみますと、ここに、左の方には影がありますけども、右の方にはないですね。ですから全体に露出がなんて言いますか、落としてあるのかなっていう感じもしますけども、 明るくしてみますと、やはりこう違いがわかりますね。そしてこれはあの両方同じように色温度上げてみたんですけども、色の不いが全く違うってことですね。ということはコピーか、あるいは2枚あったかということになるわけです。何かしら謎が謎を呼びますね。ということで、続く恐ろしい動画をご覧ください。覚悟はよろしいですかそれでは、b y for now.